面白かった？パコワングランプリ。俺が仕事中に考えてた仕事中に考えてたパコワングランプリ。風船10個ありがとう。はい、アイラバドツー。アイラありがとうね、コメント盛り上げてくれて。ビールありがとう、KP。あ、これ KP1 個だと出ないんだ。10個だと KP って出るんだ。KP って出てないね。あー、面白い面白い。ありがとう。デートはどうでしたか？ラーメン食べましたね。なんかね、ちょっとね、別に贅沢してくれていいんだけど、なんかね、気使ってくれてね、安いものでいいよって言ってくれるから。なんかいい女の子ですよ、本当に。俺のね、財布のことをいつも考えてくれてて。優しい子ですよ。ね、大切にしなきゃね。でもまあまあ、結構ね、楽しめたんじゃないかな、いろいろと。面白かったでしょ。今日はいい仕事したね。ありがとう。モノフェイクスの。まあね、なんかこういう枠もたまにはあってもいいのかな、なんて思って。おかまいまいから来ました。りなねこさん、おかまいまいおっさん、ありがとうございます。え、間違えたの？なんだよ。いらっしゃい。さよなら。まあ、すごい楽しかったね。面白かったね。でもまあ、やっぱね、俺絶対思ってたのが、パコったら誰かに言いたいっていう欲求って絶対あると思ったんだよ。絶対あるじゃん。有名な人とパコったらさ、あ、なんか言いたくなるじゃん。だからね、そういうのをね、なんか消化する枠みたいなのって絶対必要だなとか思ってて。ね、まあ、鮫島さんがとアイラとかね、いろんな人が盛り上げてくれたから面白かったよね。新しいフォロワーさん、ハルモンさん、ドンブラコさん、フォローありがとう。いやー、鮫島さんには助けられたね、ほんとね。はい、ワード2。サボ神様、団子10個ありがとうございます。サボちゃんありがとう。センキュー。ありがとう。なんかね、沸かせられる時には沸かせられるっていう、こう、メリハリをつけたいなとか思って。まあね、ああいう枠をやらせていただきました。第2回大会期待します。なんか1ヶ月に1回ぐらいやったら面白いかもしれないよね。でもさ、俺今回すげえ思ったのが、みんなパコってるね。本当に。男も女も。男も女もパコりすぎだよ、本当。成獣だよ、みんな。俺引いてるもん、ちょっと。もう、カソナマヌシとかも結構えぐいよ。言わないけど、結構みんなえぐいよ。パコ、もう、穴兄弟ばっかりだから。もう気をつけた方がいいよ、本当にみんな。もう本当に穴兄弟、穴姉妹ばっかりだからね。気をつけて、本当。そうそう、ラーメン、ラーメン。マックじゃなかった。コーメン食べたよ、デートは。今日はリスワン取りたいね。今日はリスワン取りたいね。なんかね、今月ね、全然リスワン取れなくてさ、なんなんだろうね。だって、リスワン2位が7回だよ、俺。笑わない？リスワン2位こんだけ取るってどういうことなんだと思ってさ。そんなにね、調子悪い配信してるとは思わなくて、なんか結構僅差で負けるんだよね。何なんだろう。新しいフォロワーさん、ミーさんフォローありがとう。我が輩は猫であるさん、風船ありがとう。初見さん、鬼人風章かな？鬼人宝章か。鬼人宝章さんいらっしゃい。ありがとう。いやー、いろんなドラマがあるね、生主やってるとね。いろんなドラマがあってさ、いろんな人がああでもない、こうでもないってみんなやり合ってるんだね、ほんと。面白いよ。うぞうむぞうとしてて。だから、生主とパコったら、誰かに知られると思った方がいいよ。俺、あいつとやったからとか、俺、あいつと穴兄弟だからって絶対話題にされるから。俺、何にもないよ。全然ないないない。やましいこと全然ないもん、俺。パコらないもん、基本的にリスナーさんと俺。絶対生の人もリスナーさんのもパコらない。もう絶対喋られるって分かってるから。ネタにされるっていうのは。風船5個ありがとう。俺は全然まっさらだよ。何もない。ヒロマオのノリって感じ？ヒロマオってなんだろう？ドラさん、団子ありがとう。ホープさんとのやりとりはね、もうすごいね、仕掛けてくるなと思ったよね。本当に似てるよね。でもあれ、ホープさん怒んないのかね。
あれはやりすぎだと思うよ、ちょっと。怖いもん知ってるはずだからな、鮫島さん。すごいよね。ゴルゴ、団子ありがとう。はい、カニパンワード2。カニパン久しぶりじゃん？いらっしゃい。いいね、この音楽。ミミズの音楽かと思ってた。え？ミミズってなんだろう？丸メガネ似合ってる。ありがとう。嬉しい。なんかね、メガネ外した方がいいって言われるんだよ、結構。女の人はメガネ外してっていう人が多い。でも俺は丸メガネね、目見えないから、なんでメガネ外さないといけないんだっていう風に思うけど。なんかね、嫌なんだよ。なんか裸眼だとちょっと恥ずかしいんだよ。裸になったみたいな。メガネかけてる人だったらわかるぞ。なんかメガネ外した瞬間なんか裸になった気分でちょっと恥ずかしいんです。素顔見られるのがちょっと恥ずかしい。メガネってさ、ファッション的な要素もあるから顔隠せるじゃん。ちょっと顔を、なんつうんだろう、バレさせないっていうかさ。自分の顔がさ、すごい嫌いだから俺。新しいフォロワーさん、ゆうたかさんフォローありがとう。楽しんでってください。この音楽はね、はじめ社長とかも使ってるらしいね。はじめ社長とかも使ってる音楽らしいよ。中継主なんかみんなパコってんだろ。大阪はマスクしないと無理だけどな。どうなんだろうね。まあ、パコってるんじゃないの、やっぱり女の子も。わかんないけど。ほら、女の子の場合って放送じゃ絶対言わないじゃん。食いぶちがなくなるわけだし、色気売ってるから、男だったら別に、お誰とやったよとか言う人いると思うけど、あ、でも、男も最近囲われてる生主多いからな。女の子から貢がれてる生主とかもいるから、自分のことは言いたくないっていうのが本音なんじゃないの。メガネない方がいい。メガネない方がいいっていう人と、メガネあった方がいいっていう人、両方いるね。カブニートいらっしゃいわ、どつ。面白いよ。ゆたかさんよろしく。ありがとう、フォローしてくれて。よろしくお願いします。企画当たったね。俺はね、今回は結構トツかけやすいと思った。要はね、俺と話すっていうのはなんかプレッシャーに感じるらしいんだよ。なんか、和道と話すと、なんか、言いくるめられそうとか、怖いとか。だけど、今回って俺のことじゃなくて、人のことじゃん。言いやすいだろうなと思って。それはね、浅井さんのトツ見てて気づいた。誰かをワンクッションかますと、トツかけやすいっていう理論があるらしい。男の暴露本数は、吐くだけど、女の子はシリカルになるか。あ、吐くだけどね。そうそうそう。男はさ、誰々抱いた、誰々抱いたって言うと吐くがつくけど、女の子は、格が下がるんだよ、自分の。尻軽になっちゃうから。そうなんだよ。だから女の子が暴露したがらないんだよね。そう。女の子が暴露したがらない。かぐらさんこんばんは。楽しんでってください。ね、女の子は言いたがらないよ。誰とパコったとか、彼とパコったとか。やっぱイメージついたら嫌じゃん。女の子ってね、世界で一番好きな人が嫌いになったら世界で一番嫌いな人に変わるからね。もう二度と会いたくないとかさ。嫌いな人のことは言われたくないんだよ。やっぱり。でも、トツかけなかった人の中にも、私も経験あるっていう人いっぱいいると思うよ。私もちょっとかけてみようかな。ボイスチェンジャー欲しいなとか、いろんな人がいたと思う。もし第2回やるとき、パコワングランプリ第2回やるとき告知入れるから、DM で相談して。どこまで話していいのか。もう月末か。次はもっと攻めてほしい。まあ1回目だから様子見っていうのもあるんだよ。様子見っていうのも。まあどうなるか分かんないじゃん。蓋開けてみないと。実際トツかかってくるかなっていう不安もあったしさ。
1回目は様子見ってことで勘弁して。2回目はね、あるかね。でも自分でやっててね、あ、これまずいなっていうのいくつかあったよ。これは話せねえなとか、もうこれ以上突っ込んでほしくねえなみたいな。バレるね、やっぱ。リスナーさん甘くねえわ。みんな、この少ない情報で、誰々だろう、誰々だろうってみんなわかるんだね。すげえわ。お疲れ様です。ダーツオータさんいらっしゃい。換気扇の元じゃなくてタバコ。もうめんどくさいよ。自分の部屋だったらどこでも吸っちゃうよ。いや、鮫島さんは盛り上げていただいて、ほんとね、また、なんかね、海でも入らないとね、おい、ワド海行くぞって言われたら行かないと。全然鮫島さん年上なんだからさ、ワドって呼び捨てでいいのにね。俺は全然鮫島さんって呼ぶけど、もう大先輩だし。いや、でもね、鮫島さんやっぱ抜群にうめえよ。雑談。レベルが違うもん。雑談に自信あるけど、雑談の、そのトップ行ってる人たちの喋り方はやっぱ違う。石川紀之とか、うなちゃんとか、やっぱ緊張するんだよ、ちょっとまだ。まだ緊張がある。この人と喋るの緊張するなとか、難しいなっていうのはある。リスペクトしてる、俺は。紙一重さんは脱。ラオウです。ああ、ラオウさんか。ラオウさんいらっしゃい。コテハン変わるとわかんないからね。コテハンね、コロコロ変わっちゃう人いるからね。ふわっちとかニコ生とかでコテハン違うとかね。よろしくお願いします。まあ、新しいコテハンで呼んでいきますよ。自分のペースに持っていくのうますぎる。もう世界観広げるのうまいよね。結局で、シャンマニアいらっしゃい。ありがとね、コメントたくさんしてくれて。俺みたいな生主だと至らない部分があるけどさ、もう全然盛り上げられない部分があるけど、最後まで見てくれて嬉しかったよ。勉強していくね、もっとシャンマニアが面白くなるように。ありがとね、最後まで見てくれて。まあ、内地で絞ってさ、考えてさ、みんながこう盛り上がる企画ないかなーって考えた企画だからさ、あんま攻めないでよ。へこむからさ。俺は俺でさ、みんながさ、どうやったら面白くなるかなっていうの考えてやってんだよ。カオリンのぺったんは最高だった。どうしようかな、トレーニングやろうかな、今日。体が重いんだよね。手が左足ぐねっちゃったよ、また。左の膝が痛い。ダメだわ。体ができてなさすぎるよ。次回大会は僕行きますね。ああ、全然来てください、全然。あんま重すぎるのはダメよ。あんまり重すぎるのはダメよ、やっぱ。どこまで放送できるかっていう。ギリギリのところをつくないと。あのね、ちょっと肺が、ノンタンのおかげで、金管ドリンクとか薬とかいっぱい持ってきてくれて、咳はだいぶ収まってきたんだけど、まだちょ、まだちょっと便が緩いっていうか、なんかこう腫れてる感じがするね。咳もまだ残ってるし。サボちゃん、おにぎり10個ありがとう。のんたんと別れたのになんでまだ一緒なの？のんたんが来てくれるんだよ。夜中にね、ピンポーンつって開けてって言って。おい、サボちゃん、ケビ。のんたんも体調悪いね。のんたんも今後ろに寝込んでる。ロハコさんはもともと俺のリスナーだったの。だから、もう FC2 やってた頃からずーっと配信見てくれてて、だから、ロハコってコテハンなかなかないじゃん。だから暗黒放送でロハコって出た時に面白い絵面で出てきたわけよ。爆笑して、で、俺のリスナーの中で、あれってロハコってコテ、リスナーのロハコさんかなっつって。で、そしたら僕ですよ。ワイドさん、ずっと応援してましたよ、つって。だから、ロハコさんは、そう、みどりさんで、その、生主デビューしたんだけど、なんで俺とのつながり深いかっていうと、もともとワドリスナーだから、もう1年ぐらいずっと見てくれてた。だから、そう、つながりが深い。友達になれたの、すぐ。ワドは、ネルとカトジュンとか好き。俺、ネルさんとカトジュン見たことない。実は。一回も見たことない。だから知らないの、ネルさんとカトジュンさん。どういう配信者か。新種のフワッチに来た野郎が見たらうざいやつだった。アイテム投げろ、金振り込め、女くれ。あー、そういうのは嫌だね。まあ、当たり外れあるからさ、フワッチやってる中でもそういうこと言わないで、普通に真面目に配信やってる人もいるから、まあさ、フワッチがこういうサイトなんだって思わないでさ、
なんか、ああ、こういうやつもいるんだ、金金してるやつもいるんだぐらいに考えてもらえると嬉しいかな。なんか、俺も正直金もらえたら嬉しいっていうのは本音であるからさ。でも、なんつうんだろう、金よこせ、金よこせっていう配信スタイルは俺は間違ってると思うから。なんか、そこは誤解しないでほしい。ふわっちに面白い配信者いっぱいいるよ。それはなんか嫌な思いしちゃったんだね。ちなみに誰それ？どの配信者？言っていいんだよ。そんな暴露したいね。アイテム投げろって面白い放送やったらアイテムもらえんだから。リスナーさんバカじゃないよ。そんな先に金払ってさ、面白いことやるなんて絶対無理だよ。面白かったら評価してもらえるんだよ、ゆっくりゆっくり。それができないやつは配信者としてまだまだ二流だよ。二流三流だよ。追っかけなくていいんだよ。フォローしなくていい。面白いなって思ってコメントして、あ、いいやつだなと思ってフォローして、で、あ、こいつ困ってんだ、助けてやりたいなと思って初めてアイテムだから。順番間違えたらダメだよ。何もパフォーマンスしてないのに何かをくれっていうのは資格がないよ。俺はそう思うよ。少なくとも。ふわっちは他のサイトで稼げなくなった小月がやってるイメージ。うなちゃんマンとか。ああ、さきさんそういうイメージなんだ。でも結構ね、まあ昔俺もそういうイメージだったんだけど、俺大体やって半年ぐらい経つんですよ。あのね、俺が実はここのサイトでやろうと思ったのが、最初10日間やったら3万円もらえたっていうのも実際あるんですよ。あ、お金稼げるんだ、本当にっていうのもでかかったんだけど、俺ね、ニコ生では500人ぐらい、立ち見 A 出るか出ないかぐらいだったの、5000人込みで。で、ニコ生やめてツイキャスに行ったら、同時閲覧30とか50とかに落ちちゃったの。で、もうどうしようって言ってる時に、ふわっちにいざ来てみたら、アクティブその、たまたまなんだけど、閲覧200とかになったんですよ。同時閲覧。で、結構コメントの感じとかも良くて。で、それで、あ、ここやってみようと思って。4月から日本、4月10日から10日に家を出ます。だからね、俺は実はね、お金を稼げるっていうのももちろんあるんだけど、実はね、閲覧が多かったからここに居ついたっていうのがある。で、閲覧が多いから居ついてみたら、実は結果的に稼げたって言って。で、俺は稼げることはいいことだと思ってるから、変に小突きするよりも、なんかアイテムもらって半分もらうっていうのは綺麗なスキームだと思ってるから、俺全然ありだと思うよ。あ、石野か。まあ石野はね、そういうスタイルだから、しょうがないよ。まあいろんなスタイルがあるから。お、山井さんいらっしゃい。ワトツです。よろしくお願いします。でもなんかニコ生からね、だいぶリスナー流れてきてるね、今ね。よっさんのおかげだと思うけど。まあ、ほら、古い、まあ、どうなんだろうね。もう、配信者って難しいよね。要はさ、サラリーマンとかできない人とか、アルバイトができない人がやるのが、もう、俺は配信だと思ってるから。風船、じゃない、ハート10個ありがとう。ふわっちの趣旨は誰でも気軽に動画、ラジオの生配信で稼げるアプリです。だもんね。そう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 。生放送で稼げるっていうのを大々的にもう歌ってるから。だからまあ、なんだろう、乞食って言われちゃったらそうなのかなって思うかもしんないけど、ね、普通にまともにね、汗水垂らして働いてるわけじゃないから。だから、まあ、ある意味卑怯じゃん。ぶっちゃけた話、稼げるのは。でも、稼いでるのなんかごく一部だと思うよ。ふわっちで、ね、15万以上稼げてるのなんか、ほんの一握りの50人ぐらいだと思うから。なんで10日にしたの？月末に、カズさんいらっしゃい。月末に、仕事辞めるんですよ。で、月末の次の日に家出るっていうのは、ちょっとスケジュール的に難しいなと思ったから、部屋を片したりとか、契約関係とかいろいろあるじゃん。釈迦をどうするかとかさ。だからそういうのに10日間期間設けようと思って。予算いくらぐらい稼いでんだろうね。ちょっと見てみようか。大体わかるからね。予算はね、96万5千だからね、70万いかないぐらいかな。68万ぐらいだと思う、手取りでもらえるのは。あそこに書いてある金額が丸々もらえるわけじゃないから、70万か、68万から72万ぐらいの幅だと思ってもらったらいいと思う。そこはちょっと考えるよ。エミちゃん、風船10個、風船5個ありがとう。タカヤン、こんばんは。楽しんでて。YouTube でワードした。ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。もしよかったらこっちもフォローしてってください。
生放送だとね、参加できるから面白いよ。聞くだけじゃなくて、ね、やっぱり生放送の醍醐味はコミュニケーション取ることだと思ってるから。新しいフォロワーさん、ニックさんフォローありがとう。8掛けで計算すれば OK。 大体 OK。 まあ幅はあるんだけど、大体8掛けで OK だと思うよ。なんでかっていうと、期間限定アイテムとか、桜花火とか、要はエフェクトが強い花火とかあるでしょ。珍しいアイテム、例えば今回で言った団子とか、そのお酒とか KP とかなんだけど、これは何なのかっていうと、期間限定アイテムって言って、ハロウィンの時はキャンディーとかケーキとか、パンプキンケーキとかだったり、クリスマスだとクリスマスケーキとか、バレンタインはバレンタインって期間限定アイテム毎月やるのよ。で、それはその反映されるポイントが金額よりも大きいの。要はおすすめに乗りやすくなるっていう期間限定アイテムなの。だからね、そういうのを考えるとどんどん上乗せされちゃうのよ、手取りでもらえる金額の。だから8掛けで計算するっていうのは結構正しいやり方だと思うよ。ね、入学式の日に旅に出るのいいなと思って、そのくらいの時期にしようと思ったの。春だから新しい季節だから、俺も一からやり直そうと思ってさ。ヤマイさん、でも面白いでしょ。その YouTube だとさ、見てるだけじゃん。情報を受け取るだけだけど、参加はできないけど、こう、ほーって言ったりとかさ、ああでもない、こうでもないって、こうやって実際にさ、参加ができるわけじゃん。生放送ってライブじゃん。これって面白くて、その時のお客さんのノリと噛み合いみたいなのがいろいろあって、その時その時じゃないと味わえないものっていっぱいあるんですよ。さっきの枠もそうだと思うし、いきなり鮫島さんがこう乱入してきてくれたりとか、そういうの盛り上げてくれたりとかってさ、生で見てないと、ね、なんか感動とかないじゃん。おお、鮫島さんが突かけてきたとかさ、アドリブうまいとかさ、やっぱそういうのがね、生放送の醍醐味ですよ。録画とは違う。ニックさん、風船10個ありがとう。ニックさん、ありがとう。あ、中ちゃんはどつ。うん、トマトさん頑張るよ。ありがとうね。ありがとうございます。新しいフォロワーさん、トマトさん、ニックさんフォローありがとう。やっぱりね、生放送は生放送でね、難しいんだよ。 YouTube は YouTube で難しいところあるんだけど、俺動画も実は制作するから、両方の難しさみたいなのを知ってんの。動画を作るのはね、構成とかね、編集がすごく技術としているの。だからどちらかっていうと、喋りはそんなに上手くなくていいの。だから台本読めばいいから、5分間の何カットも撮れるから、何回もテイク2テイク2とかでやっていって、テイク3テイク4ってやっていけばいいカット撮れるじゃん。でも生放送って一発限りだから、滑ったら滑ったままリスナーさんに伝わるし、逆に受けた時はドッカンっていう、その場でリアクションがわらわらってくるから、これが面白い。うん、なんかその今日のお客さんは、今日のリスナーさんはどういうのが受けるんだろうとかさ、こういう企画どうかなっていうの、頭を使う瞬発力っていうのかな、そういうのをね、すごく養われるから、なんかコミュニケーションが上手い人とかがね、結構上に行けますよ、生放送は。そがり動画の人たちは編集がめちゃめちゃ上手い。そうそう、だからテレビとか作るよ、 CM 作るのが上手かったりするよね。うん。春は新しい季節だね。のんたん起きてる？のんたん？のんたん？寝てるかな？のんたん起きたらちょっと連れてきたい場所がある。YouTuber は頭使ってない。コミュ障ってこと？いや、そんなことないよ。全然。頭使ってるよ。SEO 対策であったりとか、タグ付けとか、すごいテクニカルなのね。アノテーション機能とか使ったり、なんだっけ。アノテーション機能を使ったりとか、あと、分析をするんだよ。アドセンスか。アドセンスとかで分析をしてったり、ターゲットを絞ったりとか、すごい難しいよ。ただ、生主とはちょっと違うかな。うん。私も四つ目ニコ生キャスフワッチと流れてきた。あ、四つ目から来たんだ、カズさん。知らなかった。ありがたいね。もう、たくみさんがずっと、動画アップロードしてくれてるから。そっからね、新しいファンの人たちがどんどん来てくれてて。たくみさんのおかげだね。はい、ワトツー、いちかいらっしゃい。これこれや石川も YouTube 始めてるけど、あっちじゃ。うん、不人気。まあまあ、これからなんじゃないの？動画とやっぱり生放送って同じように見えて全然ね、客層が違うから、
向こうの方がマーケットはでかいけどね。そう。生放送見たことない人でも YouTube 見たことないって人日本人でいないでしょ。YouTube どれか使ったことあるはずだから。YouTube は一発当たったらでかいし。生活保護とかそういう人と違ったものがあると人来る。ああ、人と違ったものがある。これたん、今回の初めの件で運営に目をつけられてるから無理だよ。これたんって何？これたん、今回初めの件で運営に目をつけられてるから無理。これたんって、これこれのことこれたんって言うのかな？おー。あ、目つけられてるんだ。あ、その辺の裏事情わかんねえな。リスナーさんの方が詳しいかもね、さきさんみたいにね。運営っていうのは何？どこの運営？ツイキャスとかってこと？なんだろうね。なんかまあ、あそこまで大手だと全然世界が広すぎて俺にはわかんないけど。ライブのワクワク感は面白いよね。ピコ姫さん、初見さんありがとう。今日の夜中か朝方かわからないですけど、1時間ぐらい潜ってました。ありがとう。ぜひフォローしていってください。ピコ姫さんいらっしゃい。ありがとうございます。YouTube と大手はつながってる。あ、そうなんだ。でもあれだよね。なんか、ミズニャンと、あれでしょ？はじめ社長の件って、ミズニャンがきっかけなんでしょ？ミズニャンがなんだっけ？大食いの子。なんだっけ？佐々木希じゃなくて、木下優香か。木下優香の凸を受けて、なんか大炎上したって、なんか書いてあったけど。すごいね。ミズニャンと木下優香つながってんだね。なんか芸能人みたいになってきたよね。でもやっぱそういうさ、暴露系とか炎上系に強いのは生主っていうの分かってるんだね。YouTube でやっても多分ね、潰されるっていうのもあっただろうし。これこれのことコレタンっていうんだね。はじめ社長の件で動画の広告全部削除された。え、マジで？マジで？やば。へえ、すごい世界だね。まあ彼らは億稼ぐからね。俺らはさ、せいぜいね、まだ小さくて月何百万っていう世界でしょ、トップでも。まあ、俺らとかだと十何万とかに、ね、数十万とかいう世界だけどさ、彼らは億だからね。まあ、会社とか、でっかい会社と提携とかしてるから。フォローありがとう。話聞いても面白かったんで、嬉しいな。ありがとう。フォローありがとう。あいか、木下優香ね。ああ、風がすごい。新しいフォロワーさん、ピコ姫さんフォローありがと放送は一部が評判下げてる、金バイとか。評判下げてる部分もあるし、人気だっていう部分もあるから難しいんだよ、生放送って。要は生放送を何で見たいかっていうと、アクシデントが見たいっていう部分あるじゃん。動画では絶対アクシデント起こんないわけよ。なんでかっていうと、カットができるから。だけど生放送っていうのはカットできないんだよ。だから家が燃えちゃったりとか、事件が起こるわけでしょ。で、それが面白いっていう部分正直あるじゃん。もう見たことないようなものが見たいとか、喧嘩とか、警察沙汰とか。だからそれを狙うよ、狙ってやるような人がいるから、それは良くないよね、やっぱり。和道も億稼いだら、はじめ社長みたいになるんだろうな。ならねえだろ。はじめ社長みたいになるの意味がよくわかんないけど。おー、みーさんフォローありがとう。初コメント。ありがとう、みーさん。よろしくお願いします。みーさん、生主だよね。俺何回か見たことあるけど。生主だよね、みーさん。あ、生主のみーさんだ。ありがとうございます、フォロー。ありがとう。一緒にふわっち盛り上げましょう。ありがとう。おい、レクチーいらっしゃい。
生放送は生放送でね、いいところもいっぱいあるけど、どうしてもね、事件性に偏ったりとか、事件を起こそうっていう風に煽るっていう風潮とかがあるから、そこは改善していかないとね、やっぱり。起きてしまったことはしょうがないけど、起こすものじゃないから、アクシデントって。俺だから先輩配信者に言われたよ。神回は起こすもんじゃないよって。それは神回じゃないんだって。神回っていうのは、なんだか知んないけど起きちゃったことを神回って言うんだよ。だから本人、生主すらも予想してない台本を超えた先に本当の神回があるって。俺はだからその生で感じたのはロハコ事件だよね。もともとニコ生民なので、やっぱりニコ生主さんは話聞いてて面白いですね、和道さん。まあね、キャリアが違うからね。安定感はあると思うよ。やっぱり。その、喋りが独特っていうか、コメントの捌き方がある程度、なんつうんだ、ある程度保証されてるって言ったら変だけど、まあ、上手い人下手な人いるよ。もちろん俺は鮫島さんとか、うなちゃんの雑談力には勝てないよ、石川紀之とか、これこれさんとか。だけど、その辺の、なんか、ね、同じぐらいの生主よりは喋れると思ってるよ。同じぐらいの実力の。ちなみにその先輩配信者って誰？ごめん、俺ね、喋りながら忘れちゃう癖があるけど、何を言った配信者だっけ？先輩配信者。神回よっていう話？誰だったっけな？神回よって言ってくれたの。その話。いろんな先輩配信者いるからな。ちょっと待って、思い出すわ。神回は起こすもんじゃなくて。誰だったかな？エミさんだったかな？多分エミさんだったような気がする。多分エミさんだったような気がする。多分ね。おそらくだけど。俺も覚えてない。そうそう、エミさん。そうそうそう。2回ぐらい、一緒に配信させていただいたことがあって、すごく勉強になったよ、やっぱ。大手配信者だからね。結構いろんなね、3年と8ヶ月も配信やってると、いろんな思い出があって面白いですよ。そうなんだよね。そこが面白いよね。ワドンさん、エミさんとはパコらんかったの？パコる全然ない。俺、っていうかね、結構エミさん好きなんだよ。顔が結構タイプなんだよね。昔の顔ね。そう。憧れの配信者だったんだよ。結構好きなタイプだったんだけど。パコるなんて全然。サメジマさんとベンジョ太郎。ベンジョ太郎さんもやってんの？へぇー。羨ましい。結構俺は配信者としてこの人かっこいいなと思ったのもそうだし、結構顔出しタイプだったんだよね、エミさん。だから今回のね、件はね、ショックだよ、俺は。嫌いなタイプは、なんだろうな、実力が伴ってないのに、俺すげえって思ってる、天狗になってる中堅配信者っているじゃん。要は、なんか足引っ張ろうとか、大手になれないのに、同じくらいの実力の中堅配信者なのを足引っ張り合って、俺の方がすげえってやってるのは、もう器が小せえなって思うね、正直。誰とは言わないけど。ニコ生にいたの7年前。俺だって、あれだよ、3年と8ヶ月だから大先輩じゃん。俺なんか新人でしょ、ピコ姫さんからしたら。ゆいがさん全然嫌いじゃないよ。あ、だけど今回の捨て頃を逃げたのはちょっとないなとは思ったけど。別に全然大好きな配信者だよ、ゆいがさんは。俺、ゆいがさんは大手に入れてるから。ゆいがさんは大手。じゃあ俺が言ってんのはもっと下の方のレベルの人。中堅っていうのは。もっと下の。もっともっと下の方の人。俺にとって優雅さんはもうあれですよ、仮面ライダーブラックぐらいのスーパーヒーローですよ。仮面ライダーですよ。メモレイに言われたのはね、なんか和道電話したので、下北沢にいるって言って道迷子になってたのね、メモレイが。でトツかけたの、今から行こうかっつって。そしたら、ごめん。リスナーさんに和道と絡むの止められてるからって言って電話切られたの。その時は、なんか飯食わせたりとか、なんかコラボとか、なんか病院付き添ってやったりとかいろいろしたのに、なんか、別に売名とかじゃない、別に俺の方が閲覧あったし、
なんかごめん、リスナーさんからワドーと絡むなって言われてるからごめんね、ガチャって切られた時には、まあ正直なんだこいつって思ったよね 完全に天狗だなとは思った。 まあ絡むことないでしょう、これからは。その時はちょっとムカついたな。まあしょうがないでしょ。まあいろんな人がいるよ。俺はだから過疎とか大手とか関係なく垣根なく面白いことやろうってやって配信を盛り上げる人が好きだよ。なんかこう格とかランクとかじゃ、フォロワー数とかじゃなくて、面白いと思ったら飛び込んでいく配信者が大好きだから、俺もそうなりたいと思ってるね。なんかニコ生で嫌だなと思ってた風潮は、結構それが強い配信者多いから、俺の方が閲覧ある、俺の方がコメントあるっていう。そうじゃなくて、面白いことやるんだったらみんなでやろうよっていうノリが好きだから。キャストとかはその系が強いかもね。リルさんこんばんは。ワンワンはあんま好きじゃないですよ、僕は。もともと。ワンワンは大嫌いです。さ、コメント消しても意味ねえかんな。キャプってるからな。コメント消しても意味ねえぞ。キャプってるから。和道さん、今リスは700人差で逃げれてるね。あ、700人差なんだ。おー、ちょっと見てみようか。700人じゃなくない？ 1700 人じゃない？違うの？トマトさん。1700人の間違いじゃない？俺が5564で、石原ミーカ、3835だから、1700でしょ？多分。いや、余裕なんてないよ。その余裕で何回俺はしくじってきたか。今日は12時まで放送やるよ。合ってるよね。1700だよね。練馬孫子って何？ブハさんいらっしゃい。練馬孫子がわかんないわ。あ、練馬ズファッカーの孫子？いや、囲われてんじゃないの？なんかすげえアイテムもらってるじゃん。俺にはできないからすごいと思うよ。金杯が危険だね。金杯さんね、結構本気で体調悪いみたいで、会った時食事制限とかすごい気にしてたから、ごめんって、ご飯食うなら俺行けないわって言って、全然ガリガリ痩せてたよ。あのね、山井さんね、 俺のアプスペって結構特殊で、俺ね、自己表現っていうのかな、自分の思ってることとかを伝えるのは得意なの。ただ相手が何を言ってるのかが結構苦手なのね。そこで、放送って結構一方的に喋れるじゃん。長く見てると分かるよ。なんつうんだろう。自分の喋りたいことはガーって言えるんだけど、表現できるんだけど、相手との噛み合いが苦手なの。だからずれるのよ、普通の会話が。みーさんよろしく。ありがとう。またゆっくり来ます。ありがとうございました。夜中やってたスプーン曲げすごかったね。見てくれたんだ、ピコヒムさん。団子ありがとう。ピコヒムさん、団子ありがとう。また来てね。ありがとう。ジャック・ダニエル、これリスナーさんからもらったパーカーなんだよ。かっこいいよね。あと全然普通じゃない？普通だったら紹介者手帳もらえないでしょ。ワドは石原とかマリニャンとか無理なの分かる。俺全然マリニャン可愛いと思ったよ。
石原ミーカは別にあんまり別に可愛いと思わないけど、マリニャン全然実際会ったら可愛かったよ。なんか、なんだろう、大きいボンドみたいな感じで。可愛い子だったよ。顔も小さか、小さいっていうか画面だとボーンってでかく見えるから、あの子すごい華奢なんだよ。だから顔がでかく見えるんだよね。すごかったね。鮫島さんはやっぱ面白いね、ミントさん。やっぱ大手っていうかさ、やっぱ伝説になる配信者はレベルが違うね。勉強になったよ。答えようと必死だったけど、ついてこうついてこうと思ったけど、やっぱね、トーク1枚も2枚も上手だよね。YouTube だと揉めてるとこしか見てなかった。あ、俺？まあね、そういう動画ばっかり上げられちゃうからね。まあ、それしょうがないと思うけど。しょうがないと思うけどね。やっぱり盛り上がった回っていうかさ、まあさっきも言ったけど、アクシデントばっかりね、動画化されちゃうから。選べないからね、リスナーさんがどれを動画上げようかっていうのは。いやー、でもやっぱ腕の違い見せられたよね、ちょっとね。生主としてのね、キャリアの違い見せつけられたよね。新しいフォロワーさん、トリプルファイブさん、フォローありがとう。アウトロ系に喧嘩売るのはヒヤヒヤするな。俺絶対売らないよ。絶対売らないよ。俺喧嘩大嫌いだもん。怖いよ。だってアウトローの配信者の人、本当に命張ってその世界で生きてた人なんでしょ？俺みたいなオタクが絶対勝てるわけないんだから。今日すごいね。今日だけで53人だって、フォロワーさん。すごい増えてる。バブルが来てるよ、バブルが。新しいフォロワーさんの増加数がやばいね。昨日だけで29人で、今日だけで53人だって。佐野んとこ行ってたろ。まあ、俺、チャンバンがきっかけ、あ、ヒロくんだ、久しぶり。障害者手帳買うのむずい。買えないよ、売ってないよ、障害者手帳は。売ってない、売ってない。3万のところ行ってない。だいぶ前の話だよね、それも。やめた方がいいよ。あれでもね、トズしてたらね、すごい強い人がいたんだよね、総合格闘技やってる。何さんだっけ？ハイキンさんか。ちょい太った。そうっすね、試合があるんで増量して、で今絞ってる段階ですね。一回太ってから増量してからの減量っす。懐かしいですね。ヒロ君さんに、2年前におごってもらったビール、いまだに覚えてますよ。町会議でね、ビールおごってもらったの。ね、懐かしいですよね。あれ、2年前だよな。1年前じゃないよな。去年でしたっけ？初めてお会いしたの。タバコはスタミナ落ちるぞ。そうなんだよね。しかも今肺炎になっちゃってさ、肺がグダグダなんだよ。やばいよ。やばい、本当に今。グダグダですよ、肺が。懐かしいですね。もう結構経ちますね、あれから。懐かしいな。おととしですね。去年行ってないもんな、町会議。Thank you.
なんか外配信行きてえな。後で外配信行こうか、ちょっと。外配信行こう。すごい桜が綺麗に咲いてるところあるから、見せるよ、外配信で。夜。今行ってもいいけど、夜桜見に行こうよ。ちょっと遠いんだけど、歩いて30分ぐらいの距離にね、桜が咲き乱れてるところあって、そこのんたん連れて行きたいんだよね。のんだ今体調悪くて寝ちゃったっぽいから、起きてくれるといいんだけど。僕酒やめちゃったんですよ。もう3年ぐらい飲んでないっすね。クラさんバーガーありがとう、サンキュー。いやもう咲いてる咲いてる、東京は咲いてる。外行く今から、ブハさん。別に今からでもいいよ。寒いけどね、全然大丈夫。太陽出て暖かくなったから。今から行きたいんだったら今から別に用意していくけど。のんたんに見せてあげたいんだよね、綺麗な桜。のんたん、もうお眠で寝ちゃったよ。のんたん、リスナーさん。一緒に行くか。じゃあ出ようか、家出ようか。散歩配信行くか、夜の散歩配信。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。